写真になってる。あ、こんなに働いてる人は僕はそうそう見たことありません。シアさん、すごいお父さん持ったもんだね。こんなに働いてる人はね、僕は見たことないですよ。でもね、すごいです。マロカ君どうやって飛んだんだっけ。もう負けないようにね、シアさんに、ね、頑張っていきたいと思います。仕事だって回した学校ですしね、あまり待たせるわけにはいけません。うわー、やっぱいいよ。ん？これ、いい感じ？あらどうぞ、あらどうぞ。写真じゃない。あ、違う。ビデオ、ビデオ。はい、皆さんこんばんは。エミです。今日は100回記念、お越しくださいまして、本当にありがとうございます。おはよう。ね、最後までね、ゆっくりね、楽しんでてください。子供たちも。動いてる、動いてる。空に
しまう僕は恥ずかれだけで終わらせないよ今すぐ君に会いたてパッと咲いた花びらの色に君の胸を重ねてしまう僕は恥ずかれだけで終わらせないよ今すぐ君を抱きしめたい
なるべく人が見えないところでやりました。本当にやっぱり自分が音楽をやりたいと思ってね、それでたまたま持っていたギターを、横浜駅を降りたら今大きな声で自分の歌を歌ったらどんなに気持ちいいだろうかと思って、思ったらその思いがこう止まらなくなっちゃってしまって、こう電車を降りた時にね、歌う場所を探してでね、あの辺でね第1回ございました。それから本当に重ねること連続ね、雨の日も風の日も本当に雪の日も、100回100週毎週ねこの場所でね、通ってね、やることができます。本当にね、皆さんのおかげです。ありがとうございます。大切な人、本当に、100回やる中でいつでも励ましてくれたりとか、絶対成功できるからね、頑張れよってこう言ってくれる人、本当に、その言葉を信じて、毎週毎週、やることができてます。それで本当に自分のそういった大切な仲間とかそれとか、大好きな、ね、人とか、人によっては奥さんだったりね、旦那さんだったり、自分の、ね、子供さんだったりとか、そんな大事な人に本当に、大丈夫だよとか、いつも大切に思ってるよとかね言ってもらってることが本当に僕の力になっていています。そんな思いを歌った、僕の路上ライブの代表曲であります、大丈夫だからという、ね、歌をやりたいと思います。本当に大丈夫だっていう言葉を言ってもらえること、それからその大丈夫だよっていう言葉を自分で受け止められることが本当に何よりこの世の中を前にね歩いていく力、強い力になるんじゃないかと思って、それを大丈夫だよっていう言葉を信じて作った曲、大丈夫だからどうぞ聴いてください。ありがとうございます。大丈夫だから、君が好きだから、どんな痛みも乗り越えてゆけるから、大丈夫だから、話の途中でさ急に不安になるのはさ、ちょっとだけ昔のことを思い出して君は辛く、僕の胸の中はさ君の笑顔あふれてさ、やっと今少しだけど人に優しくできるまでになった。帰り道はまだなんとなくぎこちないように手をつなぐけど、僕を信じて、大丈夫だから、君が好きだから、どんな痛みも乗り越えてゆけるから、大丈夫だから、君を見てるから、心配しないで、いつでもここにいるよ、大丈夫だから、信じられることが何一つなくなっても、そばにいるよ、笑顔でいるよ、だからこれ以上無理しないで、ずっと続くわけないよと、こんな声に騙されないように、君を抱きしめた、大丈夫だから、君を見てるから、
丈夫だから、君を支えるから、いつかの涙も僕が拭ってあげる、大丈夫だから。僕は何があっても負けるはずがないから、大丈夫だから、君が好きだから、どんな痛みも乗り越えてゆけるから、大丈夫だから、君を見てるから、失敗しないで、ここにいるよ、大丈夫だから、君を信じてるから、今日まで続いた戦いも終わるだろう、大丈夫だから、君を愛してるから、全てなくしても僕がそばにいるから、大丈夫だから、成人になって、それでこうまだ自分がなんかこう胸を張って何かができているっていうのがその時なくて、本当に地元のみんなにこう合わせる顔がないというか、なんかこうすごく自分で照れくさくてね、いや僕は成人式行かないってその時思ったんですね。それで、今思うと、あ、なんで行かなかったんだろうね、あんなにこうこんなに今温かい仲間がそばにいているのに、なんであの時に、そうやってなんかこう意気がってというかな、恥じらいというか照れてね、シャイで本当にそれで行かなかったのは嘘のように思います。本当にね、今日晴れてこうやって、みんな成人のね、晴れ姿を見ると本当になんかおめでとうってね、思います。おめでとう。僕応援してくださる方がいてやってます。じゃあもう何曲か歌ってよ。僕の CD に入ってます。いいな。そんなことない。一人でやってますんでね。喋ったりね、ギターを直したりとかね。だから。まだ働いてるんですよね。一人二役で、大丈夫かな。やってます。僕の CD に入ってる、人気の歌、Snow というね、歌を曲やりたいと思います。そろそろ見えだした、そう思えばまた逆戻り、
坂を下る車を見せた僕の切ない声聞こえたコーナーでできないこともあるだけどいいよねそれもまた僕が降り積もる雪の中で何かが叫んだたとえ強い風が吹くとも立ち止まるほど弱くないさ だけどいいよね怠けるよりマシだ降り積もる雪の中で何かが叫んだたとえ何も見えなくなっても諦めるほど弱くないさ降り積もる雪の中で何かが心を叩いた今も僕は一人だけど僕を助けるのは僕だけだと思ってる降り積もる雪の中で何かが叫んだたとえ壊れかけの自分でも最後まで見届けてやんだ降り積もる雪の中で何かが
よねからやったぜ歌いたいだらけの人生手を開くことはないことでいいけど飲んで味気ある未来を最高人の波は見て今もう最高俺の熱い熱い爆発するぜまた星空の下まで行くためにゃ行けない明日を見るより今を生きようぜ学校捨てようぜ最高どっちに行くねもう今あくよ最高俺の熱い熱い届く日も近
界。僕は君のこと信じているんだ。君は永遠の鳥になる。新しい生活に疲れた時は何でも僕に教えて、無理に答え探す回数だけ、君のこと傷つけてしまうから、おおゆっくりと羽休めて、今日のこと話そう、安心して眠れるように。これからどこへ行くとしても、君はうまくやれるよ、大丈夫。僕は君のこと信じて、
僕のことを本当に本当に常にいつもいつも応援してくれるね、あちらにいらっしゃるね、土屋さん、手を挙げてください。イエーイ、ありがとう。あの神奈川県のね、タイムのね、チャンピオンですね。本当にあの、これはね、まあ、作って100回だっていうんでね、夜なべしてね作ってくれてくれました。本当にね、ありがとうございます。ありがとう。あの僕はね、最初はですね、こういうあの、段ボールのね、販売から始めましたで、それなのになんかね、すごくいろいろゴージャスになってね、こうやってあのキャンドルをね、今日は持ってきてくれた方とかいます。本当にね、皆さんあの、皆さんのおかげです。ファンの皆さんにね、本当に感謝します。そんな皆さんに、いつまでもそばにいてほしい、いつまでもそばにいてほしい、いつまでもそばにいてほしいということでね、スタンドバイミーやりたいと思います。いきますよ。当たりは暗く、当たりは暗く、月明かりしか見えなくても、月明かりしか見えなくても、いや怖くはない、いや怖くはない、ああ怖くはないさ、ああ怖くはないさ、みんながそばにいてくれさえすれば、みんながそばにいてくれさえすれば、もっと言うとね、みんながそばにいてくれさえすれば、みんながそばにいてくれさえすれば、ありがとう。Everybody, everybody, 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 everybody